2023年ダイヤ改正で増便される新快速の AC と、運転見合わせ多すぎライナーを皮切りに始まった有料座席サービスを化け物にも導入しようという理由で、2019年改正で登場したものの、使い物にならない本数で3年以上音沙汰がなかったことから、黒歴史確定になると思われたが、2023年改正で6往復への増便と新車導入が決定。現在は JR 西日本お得意の工事を受けた223系を使用しているが、新たに通勤電車なのに片開きに扉という変態車両が導入されるぜ。車内は特急車両と大差ない設備、全席指定で料金は840円とぼったくりだが、ネット予約だと450から600円で乗れてお得だぜ。しかし、場合によっては特急の方が安いという現象も起こるため、 A シートが関東の2階建てのように普及するとは考えにくいぜ。ちなみに A シートの新型車両のデッキには、後藤一人と劇団一人しか使えない、デブ絶対許さない仕様のロングじゃないロングシートの優先席が設置されているぜ。